もしその救急車に自分の大切な人が乗っていたら。2022年11月26日午後8時頃、兵庫県芦屋の自宅付近で会社員の男は息子とキャッチボールをしていました。同時刻、この近くでは救急隊員が急病の男児に搬送作業を行っていました。隊員が救急車を発進させるため子供に車から離れるよう呼びかけたところ、男が激高、うちの息子に何言ったんじゃと怒号を浴びせ、助手席の窓から手を突っ込んだり窓ガラスを叩くなどして搬送を妨害。そのため救急車は発車できず、応援を要請し別の救急車が男児を病院へ搬送。この事件の影響で搬送が約20分遅延しました。幸い男児の命に別状はありませんでしたが、一歩間違えれば取り返しのつかないことになっていました。男は逮捕されましたが、息子はこんな父を見てどう思ったでしょうか。